銀河系、銀河系、銀河系、ザギャラクシー、または、天の川銀河、天の川銀河、ミルキーウェイギャラクシーは、太陽系を含む銀河の名称である。地球から見えるその体上の姿は、天の川と呼ばれる。千億の恒星が含まれる、棒渦巻き銀河とされ、極部銀河群に属している。通常の銀河と同様、銀河系も、 数多くの恒星や星間ガスなどの天体の集まりで全質量は太陽の1兆2600億倍と見積もられている。そのうち可視光などの電磁波を放出している質量の合計は5.1%以下の643億太陽質量で質量の大部分は暗黒物質であると考えられている。中心付近には比較的古い恒星からなる密度の高いバルジを持ち、 それを取り巻くように若い恒星や星間物質からなる直径約8万から10万光年のディスク、銀河円盤がある。ディスク、銀河円盤の厚さは中心部で約1万5千光年、周円部で約1千光年で突然頭状の形状を持つ。ディスク、銀河円盤の中には明るい星や三階星団、三光星雲などが多く見られる過剰腕が存在する。 大きさを相対的に例えると、銀河系を直径 130km に縮めた場合、太陽系は約 2m ほどの大きさになる。バルジとディスクのさらに外側には、約130個の球状星団などからなる直径、約25万から40枚光源の球形の銀河波浪が存在する。銀河系の中心は、地球の立場から見るといて、座の方向に。 約三万光年離れ所に位置しており、いて、座 A という強い電波源がある。いて、座 A の中心部、いて、座 A には、超大質量、ブラックホールが存在することが確実視されている。天の川は、天の赤道に対して遥か北のカシオペア座から遥か南の南十字座までの範囲に達している。このことから、地球の赤道面や軌道面である。 王道面が銀河面に対して大きく傾いていることがわかる。また、天の川によって天球がほぼ同じ広さの二つの半球に分けられることから、太陽系は銀河面に近い位置にあることがわかる。銀河系の絶対等級は直接測定することが不可能であるため確実な数値として表現することはできない。そこで研究者の間では約、約マイナス20.5等という値が、 慣習的に受け入れられらている天の川が遠く離れた星々からなっているという説を最初に唱えたのは紀元前400年頃の学者デモクリトスである。その後、1609年にガリレオ・ガリレイが望遠鏡を使って天の川を観測し、天の川が無数の星の集まりであることを確認した。1755年にはイマヌエル・カントが 天の川も太陽系と同様に多くの恒星が重力によって円盤状に回転している天体であるとする説を唱えた。1788年には、ウィリアム・ハーシェルが恒星の見かけの明るさを距離に対応づけることで恒星の三次元的な空間分布を求める係数観測を行い、天の川が直径を約6000光年、厚みを約1100光年の円盤状の構造であるとし、 太陽がそのほぼ中心にあるとした。20世紀には、ヤコブス・カプタインやハーロー・シャプレイによって、より正確な銀河系の構造が求められ、また1958年には、ヤン・ウォールトによって21センチメートル線による電波観測が行われ、これによって銀河系が渦巻き銀河であることが明らかになった。銀河系は、ハップル分類で、 SBBC に分類されるウ渦巻き銀河で、総質量は約1兆2600億太陽質量であり、約2000億から4000億個の構成が含まれていると考えられている。銀河系が普通の渦巻き銀河でなくウ渦巻き銀河であると考えられるようになったのは1980年代になってからである。2005年に、 スピッツァー宇宙望遠鏡によって行われた観測でもこのモデルは裏付けられており、さらに銀河系の棒構造はそれまで考えられていたよりも大きいことが明らかになっている。銀河系の中心には非常に大きな質量を持つ小さな天体、いて座栄が存在しており、大質量、ブラックホールである可能性が高いと考えられている。現在では ほとんどの銀河が中心に大質量、ブラックホールが存在すると考えられている。銀河系は、多くの銀河の場合と同様に、銀河系内の構成の軌道速度が中心からの距離によらずほぼ同じ速度となるような質量分布を持っている。中心のバルジや外縁部を除くと、銀河系の構成の典型的な速度は、約210から秒速 240km である。従って、 典型的な構成の軌道周期はその軌道の長さのみに単純に比例する。これは、K の中心に質量のほとんどが集中している、太陽系のケプラー運動のような異なる軌道を持つ天体がその軌道に応じて異なる軌道速度を持つ場合とは大きく異なっている。銀河系のディスク、銀河円盤の両端を結んだ直径は約8万から10万光年と見積もられている。 太陽から銀河の中心までの距離は約2万6千から3万5千光年と見積もられている。ディスク、銀河円盤は銀河中心では外側に膨らんでおり、中心から遠下がるにつれて膨らみが小さくなる。銀河系の棒構造は約2万7千光年の長さを持ち、太陽系と銀河中心を結ぶ直線に対して、 約44プラスマイナス10度の角度で銀河中心を貫いている。棒構造は主に年齢の古い赤い星から形成されている。銀河系の各過剰腕は他のすべての渦巻き銀河と同様に対数螺旋を描いており、その角度は約12度である。銀河系には銀河中心から伸びた4本の過剰腕が存在すると考えられていて、 それぞれ以下の名称が付けられている。また、これ以外に二つの小さな腕や子が存在する。代表的なものは以下の腕である。銀河系のディスク、銀河円盤は古い恒星や球状星団からなる回転楕円体の銀河ハローに取り囲まれている。銀河ハローの直径は約25万から40万光年である。ディスク、銀河円盤にはガスやゴミが含まれ、 いくつかの波長では見通すことができないが、銀河波浪にはそのような物質はほとんどない。ディスク、銀河円盤のうち、特に物質密度の高い過剰腕の内部では活発な星形成が行われているが、銀河波浪では星形成はほとんど見られない。三回星団も主にディスク、銀河円盤に存在している。銀河系の質量のほとんどは暗黒物質で、 ダークハローを形成している。ダークハローは銀河中心に向かって密度が高くなっている。21世紀初頭の発見によって銀河系の構造についての知識は広がりつつあると、共に誤った知識から正しい知識へと変わりつつある。2005年、アンドロメガ銀河 M31 のディスクが、それまで考えられていたよりもずっと大きく広がっていることが発見され、 銀河系のディスクもそれまでの推定より大きい可能性が高まっている。このことは白鳥腕がさらに外側に続いていることが発見されたことからも裏付けられている。また、伊手座わいしょ銀河の発見と同時に銀河の破片からなる帯がいて座を中心として軌道を描いて取り巻いていることが発見され、これはこのとも銀河が銀河系との相互作用によって 分裂しつつある姿であることが明らかになっている。同様に大犬座外商銀河の発見に伴って、この銀河と銀河系との相互作用で生じた銀河の、小片がリングとなって、銀河系のディスクを取り巻いているのも見つかっている。2006年1月9日、プリンストン大学のマリオ・ジュリック他は、スローンデジタルスカイサーベイの北天のデータから、天の川の中に現在考えられている。 銀河系のモデルに合わない巨大な満月の約5000倍の面積に広がっている淡い構造を発見したと発表している。この構造は恒星の集団で銀河系の過剰での面に対してほぼ垂直に広がっている。彼らはこの構造についての可能性の高い解釈として Y 小銀河が銀河系と合体しつつある姿ではないかとしている。この銀河は暫定的に バーゴステラーストリームと名付けられ、地球から見て、乙女座の方向に、約3万光年離れた位置に存在している。2006年5月9日には、ダニエル・ザッカーとビジリー・ベラクロウフが、同様に、スローンデジタルスカイサーベイの観測データから、両剣座と牛会座の位置に2個の相性銀河を発見したと、発表している。太陽は、オリオン腕の内側の円近く、 銀河中心から7.94プラスマイナス 0.42kpc の距離にある極所構成艦雲と呼ばれる星間雲に属している。太陽系が属している腕と隣のペルセウス腕との距離は約6500光年である。太陽系は銀河系におけるハビタブルゾーンの中にあると考えられている。太陽が銀河系内を運動する方向を太陽向き点と呼ぶ。 太陽の銀河系内運動の標準的な方向は、ベガの近くのこと座とヘルクレス座の境界付近で、銀河中心から約86度の方向である。太陽の銀河系内の軌道はほぼ楕円軌道で、これに銀河系の過剰腕や一様でない質量分布による、節動が加わっていると考えられている。太陽は現在、この軌道上の金銀点、銀河中心に最も近づく。 天の手前約1、8の1にいる。太陽系が銀河系内の軌道を一周するには、約2億2500万から2億5000万年ほどかかり、太陽系が誕生してから現在までに、約20から25周していると考えられている。太陽系の軌道速度は、秒速 217km で、約1400年で1光年、8日で1天文単位、進む。 銀河系とアンドロメダ銀河、三角座銀河、M33 は極部銀河群を構成する主な銀河である。極部銀河群は約35個の銀河が集まっている銀河群で乙女座超銀河団の一部となっている。銀河系には極部銀河群の数多くの矮小銀河が集会している。これらの矮小銀河の中で最も大きいものが直径。 約2万光年の大マゼラングモである。これに対して最も小さい竜骨座灰小銀河、竜座灰小銀河、獅子座良い灰小銀河は、直径500光年しかない。銀河系を周回する灰小銀河は、これら以外に、小マゼラングモ、大犬座灰小銀河、銀河系に最も近い、伊手座灰小大円銀河、かつて最も銀河系に近いと考えられていたなどがある。一般的な意味では、 アインシュタインの特殊相対性理論によれば宇宙空間における物体の絶対速度という考え方には意味がない。特殊相対論では宇宙には銀河系の運動の基準となるような特別な完成形は存在しないとしている物体の運動は常に他の物体に対する運動として特定しなければならない。このことを念頭において多くの研究者は 金棒の銀河の観測位置に対して銀河系は約秒速 600km の速度で宇宙空間を運動していると考えている。21世紀初頭の推定ではこの値は秒速 130km から秒速 1000km までばらつきがある。仮に銀河系が秒速 600km で運動しているとすると我々は1日に5184万 km 移動しており、 一年では189億キロメートル動くことになる。これは我々が毎年地球から冥王星までの距離の約4.5倍を移動していることを意味する。銀河系の運動方向は海蛇座の方向だと考えられている。銀河系から約230万光年離れた位置にあるアンドロメダ銀河は秒速約122キロメートルの速度で銀河系に近づいており、 したがって銀河系はアンドロメダ銀河と約40億年後には衝突することが示唆されている。この2個の銀河が衝突しても太陽やその他の恒星が互いに衝突する可能性は低いが衝突から約20億年後には2個の銀河は合体して1個の大円銀河を形成すると考えられている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。